どうも、翔平です。本日はね、今見ていただいている動画は、私の動画ではありません。私のお友達のうちの一人の動画なんですけれども、この人たちリスポーントラップっていうのを専門にやってるパーティーさんなんですね。私、口にね、動画の中でリスポーントラップっていう言葉をよく使いますけど、外人さんのパーティーの間では非常に流行ってるんですね。で、今回はどんな感じでやられているのかっていうのを、まあ、ご説明するんですけれども、この人たちがやってることはかなり極悪なので、参考にしてほしくないですし、また、日本からね、海外の回線に飛ばされた時に、もしね、こういう部屋に入っちゃったら、即座に抜けることをお勧めします。私もよくね、こういうお部屋に入ってしまってですね、まあ、頑張ってあがくんですけど、一人では抜け出すことって不可能です。今、A に押し込めた状態で、なんていうんですかね、3方向、C の方向を飛行機の方向からそれぞれ3箇所ずつぐらいからライトマシンガンで、リスポーンポイントっていうのがね1箇所しかないんで、そこを集中的に撃つことによって、まあ簡単にモアブが取れますよっていうね、私からしたら何が面白いのかさっぱりわからないことを専門にやってるパーティーがたくさんいます。なので、まあ気をつけてくださいねっていうのが一つ。中はこんな感じですね。今見ていただいている通り、何ですかね、味方の人たちが A に押し詰めなければ、A の中に入らなければ、そこでしか湧かないんですね。そこでしか湧けないんです。なので、もう完全に詰まってしまっている状態ですよね。ってことで、まあ嫌な動画からお見せする形になっちゃいましたけど、こういう部屋に入ったらすぐ抜けることをお勧めします。ってことでね、次私の動画になるんですけど、また同じくターミナルで、今回お見せする動画は、まあ、後付け、今もちろん後付けしてるんですけども、外人さんのねと一緒にやってて、こういう部屋がたくさんあるんですね。また全然違うお話をする形になるんですけれども、今度はリスポントラップとかそういう話じゃなくてですね、味方の人が旗意識が、なんていうのかね、旗に関心が全くない人たちと一緒にやらざるを得ない状態ってのゲームがね、たくさんあるんですよ。これね、ゲームが全く面白くなくなる原因の一つですし、敵にこういう人たちがいっぱいいるとね、旗には全く来ないしみたいな。チームデスマッチをしてるみたいですよね。旗はおまけみたいな。で、私は一体何をしてるかっていうと、まあ、いつも通り C を守ってるんですけど、まあ、味方がね、前線を全く上げないので、旗は知らんっていう感じですね。なので、終始私は一人で、ほぼ一人で C にいざるを得ないんですけど、本来ならばね、C 周りにたくさん人が、たくさんって言ってるね、半々、 C に7割、 A に2割、まあ2割で1割は流動的に動いてる感じの流れがまあ普通なんですけど、こういうね KD を重視したりとかドミネーションをあんまり分かってない人たちがたくさんいらっしゃるんですね。なんで、KD を意識しすぎてるのかどうかもわからないですけどね。一試合フルで戦って、6キルしかしてないとか、ドミネで4キルしかしてない人たちとかが出てきちゃう、たくさん、ね、味方にいると、もう試合には勝てないし、私は一人で頑張るんですけど、まあ、無理ですよね。一人でグランドなんて。1対5とか、もう絶対無理ですもん、いつも。で、本来ならば私エスカレーターの近辺とかまで、制圧しに出かけるんですけど、あくまでも後ろに味方がいる状態で自由に行動ができるわけで、もしね一人で行くとすると、見る方向はエスカレーター、
そうですね、燃料タンクからも来てしまうので燃料タンクの上で、私が今立っているところの右側にある小さい小部屋がありますよね。飛行機の前かの階段から上がれるあそこのところから来る時の3方向を1人で見ないといけないので絶対に無理なんですね、1人では。なので私は前線を上げたいんですけれども、あの来てくれるのはあのショットガンを持ってる新兵さんと、あのもう一人の新兵さんが C の周りをうろうろしてくれてるだけで、肝心のプレステージの連中はもうみんな C の方にいるんですね。基本たまに私が前線を上げてるおかげで来てくれるっていうかすいません、喉の調子が悪いので聞き取りづらいかもしれませんが、うん、たまにね私の後ろで湧いた人たちがちょっかいを出しに来ますけれども、もともとのねあの人数が少ないためやっぱり前線を上げるんですけど3方向を1人2人では見れないので全員すぐ死んじゃってまた A の方に戻っていくんですね。なんで結局タクティカルインサーションを使って安全、比較的ねあの生存率の高い場所にいる私だけが残る形になってしまって、うん、本来ならばね右側の部屋とかあのエスカレーターは大丈夫かとか私うろうろするんですけど、こういう状態になると私どうすることもできないですね。ここから離れると一人で3カ所見ないといけないわけですし、味方はバーガータウンの中とかもう C の最高峰にいる感じになってしまっているので、実際はもう私が死んだらもう C が陥落するのと同じ意味なので離れられないんですよね。敵からしたらなんだこの10周キャンプしてやがるって思われてるのかもしれないですけど、これは厳しいですね。まあ、キャンプと思われても仕方ないんですけど、これしか守る方法がないので、まあ、今回はね結果からお話しすると勝てたんですね、試合には。うん、勝ててよかったんですけど、これもし相手にね敵さんに私みたいなプレースタイルのドミネーター旗意識の強い人たちが 2,3 人いて同時に攻められてきたら私ひとたまりもないので、まあ負けるパターンはいつもこういう感じですよね。一人で頑張るんだけど結局ホールドは短い間になってしまって取り返すもダメみたいなね。なんでこういう状態になってしまうか、ドミネーションの楽しみ方が分かってないっていうのもあるんでしょうけど、外人さんの間でね、YouTube のビデオとか参考にしてる人気が高い動画っていうのはたくさんキルするのはもちろんなんですけど、なおかつデスが少ない動画が人気あるんですね。例えば72キルのゼロデスとか52キルのゼロデスとかね、いかに死なないか、人気があるのはいかに KD を上げられるかとかね、そういう動画が非常に人気が高いため、新平さんとかね比較的あんまりやってない人たちがそういうのをいきなり参考にしてしまうケースが多くてですね、あ自分もこうすれば KD が上がるんだってところからスタートしてしまうんで、やっぱりいかに死なないかっていうのをベースに考えちゃうと、やっぱり旗から一歩下がった状態でね、あんまり旗に行かない、行ってくれ、来てくれないんですね。なので、死にながら前線を上げるなんてもってのほかだし、死ぬこと自体がもう嫌いなわけなんで、お手伝いにはもう望めないんですね。ね、今回はね勝てたって形になってるんですけど、これをね私のようなプレースタイルの人たちが何人か相手にいるともう私は大変ですね。とても一人じゃもう見切れない量の敵を、常に私一人と敵は4人5人出てくるわけで、もうそれはね物量に押されても上げてしまうので、私もねそんな無双できるほどの実力は持ってないので、その私と同レベルのね実力の人たちを常に退けられるほどね実力はないので、
それはね、なかなか難しいですよね。前線をね、上げてくれればいい、よかったんですけどね。ってことでね、まあ、20試合に4、5試合、まあ、4試合に1回ぐらいはこういう試合ですね、大体。1試合10分、11分ぐらいプレイしてますけど、6キルの9ですとかね、ね、7キルの15ですはまあいいとして、まあ、400ポイント、500ポイントしか取ってない人たちがたくさん出てきちゃうんですね。それがちょっと外人さんのロビーのつまらない点かなとか言って、いつも思ってます。まあ、今回はね、ご忠告みたいな感じと、外人さんロビーの実態っていうのをちょっとお話しさせていただきましたけど、まあ、次からね、また実況に戻しますので、今回は、まあ、番外編ということで、お楽しみいただけたかなと思います。ってことで、また次回の動画でお会いしましょう。失礼します。